デナツーラ・レールーム、1529ベーダは、イングランドのキリスト教聖職者、歴史家、教会博士、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会、聖教会で聖人。9世紀以降から、ベーダ・ベネラビリスと呼ばれ、日本語では尊敬すべき、ベーダ、または、ソンジャベーダと発音される。ベーダは北イングランドの方のオサンブリアのウェア加工に、生まれ、 障害隊員側川口の町ジャローから出ることはなかった。イングランド教会史を年59歳で書き終えていると自ら書いており、また高齢は731年頃とされることから、彼の少年は672年、ないし673年頃と思われる。彼が高貴な生まれであったかはわかってはいないが、7歳でウェアマスト修道院に入り、17歳でタスク祭に、 30歳で死災となった。没年は735年5月26日、修道院に埋葬されたが、後にダラム大聖堂に移された。682年から、ジャロー修道院で過ごし、ノーサンブリア貴族出身の修道師、ベネディクト・ビスコップと彼の後継者チェオフリドに、ギリシア語とラテン語、施策、ローマの首相を学ぶ。古いアイルランド出身の戦士たちが気づいた。 伝統により、聖書解釈に進んだ。在世時のベーダの名声も、主として聖書解釈の方面にあった。ベーダは、多くの著作を残した。その記述は多岐にわたる。ギリシャ・ローマの古典はベーダによって、初めて、イングランドで再生し、スコラ学の先駆者となった。ギリシア・ローマの古典を引用し、天文、気象、物理、音楽、哲学、文法、 修字、数学、医学に関してその時、イギリスで集められる限りの文献を省量した。ベーダが引用した文献は、プラトーニアアリストテレス、ショーセネカ、キケロ、ルクレティウスやウィディウス、ウェルギリウスなどである。その絶大な勤勉さによって、弟子たちにとっては、ベーダ自身が、百科事典の役割を果たしたように思われる。今日ベーダの主張として知られるのは、 イングランド教会誌である。この書は、しばしば彼の名を付して、ベーダとのみ呼ばれる。これは現存する最古のイングランドの通史であり、ベーダはイギリス最初の誌家として知られる。ベーダは、ブリタンニアの地理、住民とローマの支配を外括することから始め、聖人たちの業績や修道院の歴史を縦糸とし、イングランド各王国の聖水を横糸として、その間に、 いくつかの奇跡や教会内部の問題を綴り、最後に事件を年代記風に整理して、事故の略歴と著作を記して終わる。この時ベーダが模範としたのは、ヨセフスの古代ユダヤを扱った歴史書、またエウセビオスの教会史であった。イングランド教会史は、イングランド初期のキリスト教の発達についてだけでなく、7世紀初めから8世紀前半に、 かけての信頼すべき資料となっている。ローマ支配下のブリタンニア、カンタベリーのアウグスティノスの殿堂、テオドルス、チャド、ウィリフリットなど偉大な司教たちの自責や、サクソン人やジュート人の侵入、スコットランド・アイルランドの当時の状況について、平易なラテン語で詳細で迫力ある序述を行い、文学としても高く評価されている。ありがとうございます。